今回リベンジさせていただくのは私三原明です、この番組なんですけれども、まあ、過去に、ひどい、ね、経験だったりとか、まあ、あとちょっとでこれがやれたのになみたいな、そういうのを、まあ、リベンジしていこうという企画となってるんですけれども、まあね、私今までこの番組3回出させてもらってますよね。今日4回目ですよね。なんですけど、そうリベンジまだ達成できてないんですよ。で、まあ、今日どうしようかなと思ったんですけど、まあ、前回やっと終始はプラスで終われてるんですよ。っていうのが北斗の件です。まだ北斗にこだわるのかと思うかもしれないんですけど、まあ、あれからちょくちょく打ってるんですけど、やっぱりねドカンっていう大量3枚でプラスで終われたっていうのがないんですよね。なんかみんな見てると思う4000枚5000枚もうなんなら7000枚8000枚1万枚出たみたいないう話を聞くのに、私はまだそのプラス3000枚で終われたことすらないなと思いまして、まあ、今回もその目標で頑張っていきたいなと思います。ということで今回こそはリベンジできるように頑張っていきます。はい、では今回も北斗でスタートしていきます。ですね、前回もここのホールさんでやらせていただいたんですけれども、前回なんか角台で、まあ、5、6確定の演出が出てて、角台ちょっといいんじゃないのみたいなことを言ってたのを覚えてるんで、今日はその角台を押さえてます。やっぱり構成ってのがね出やすいはずなんで、一応設定狙いっていうのも意識しながらやっていこうと思います。前回確か最初天井行ったんじゃなかったっけな、天井行った後に結構天国には入ってたんだけど、何回か当たったけど伸ばせなかったような記憶があるな。で2台目移って、2台目で確か無双転生バトルには入れたんですよ。転生チャンスからスペシャルエピソードで、でよしこれ可能性あるぞってところがあって、まあ、そこまで伸ばせなかったっていうね、まあ、あと一歩っていうほどの枚数ではなかったけど、まあ、プラス3000枚に持っていく準備まではできたのに伸ばしきれなかったっていうのが前回の結果ですね。やばい、100ゲームノーレア役やめたくなる。おった、いやまあまあまあ、まあ、結局レア役引かないとモードも動かないし、まあ、スタートはね通常化で格だと思います。天国ではなかった。やっと引けたか、わあやっとスイカ引けた。285ゲームでやっとスイカ引けました。集団チリもまだ引けてなかった。はあ、弱スイカ引いたところでなんですけど、とりあえず一安心安心ではないか、どんだけいけないんだと思ってて、いや当たるときはもう当たってますからね。こんなだって6の初当たり確率ぐらいじゃないですか。にしても確かに北斗導入してからもう結構経つのにプラス3000枚出せてないってまあまあだな。途中からちょっとね、まあ、全然打たなくなっちゃったんで、なんだろう、他の寝台ばっかり打てた時期があったんで、設定狙いで一応ね何回か打ってるんですけど、これ絶対6だみたいなの打ってない気がするな。角、まあこの台はさすがにちょっとレア役とかこだすすぎるから、まあ、わかんないけど当たったらやめかな。移動したいっすね。本当に3000枚プラス3000枚で勝利が条件なのに、これ前回もそうだけど最初に入っちゃうとめっちゃきついんですよね。いやー大変だ。一応800だけど、これ設定後だから1ゲームで非有利感かもしれないんで、833になるのかな北斗揃い確定は。とりあえず天井には到達しました。俺は天才だ。ああ
どうなる？830ゲーム31、32までいかないか。はい、ということで831ゲーム天井ですね。で、投資が2万4千です。頼む。北斗、それ来てくれ。あかー。連敗ありか。はい、ガンナナです。白。いやいや、まあ、こういう時の白は結構熱い熱いかもしんないんでね。いやいやいや、まあ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 、行きましょう。単発だけはやめてくれ。よし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 、とりあえずね。パンチいいでしょう。いい、継続してくれるのがいいから、継続させるのが大事。おお、これ強い。どうだ、 68%。 おお、これで割れるんじゃないかな。いいよし、来ましたね。サザカリプレイン、リプレイ。言うて抽選してるでしょ。難しいよね。やっぱね、宿命バトルのもう対戦相手がちょっとちゃんといいの選ばれてくれないと、共闘まで持っていくのも大変だもんな。オッケーオッケーオッケー。チェリーだ。ちょっと流してみますね。音は鳴らないか。そんなやわな剣でこの体に傷一つつけることはできる。この次ゲーム、ボタン出てこい。来ない。うわ、どうなのあれ。何にもなし、継続確定だから。まあ共闘とか転生チャンスの抽選と継続率アップ抽選か。ついにラオウが来てしまった。時にね、中段チェリー引けると嬉しいんですけど。あー、豪勝派か。雲置いてない。3連313枚復活はないか。バット、よし、じゃあこの台はここでやめちゃいます。はい、1台目
目ちょっと良くなかったんで2台目移ってきました。逆サイドの、角台ですね、同じ角台で打っていこうと思います。フライもまだ朝一ですね。さっき本当に300ゲームぐらいレア役来なかったですもんね。怖かったわ。スイカ今回は93ゲームで来てくれました。来るんすよ別にこれぐらいで。チャンス目またチャンス目。おお、どうだ。おお、ダッチャリ。スイカ、弱スイカ、チャンス目、チャンス目って引いてのこれなんで、入っててもおかしくない。見に行く、見に行くと来るのか。おお、いたいたいた。よかったよかった。今回早かったですね。146ゲーム。マチュダンチェリーからです。追加投手ギリギリしてないですね。よし、行きましょう。あチェリー引いてた。147ですね。よいしょ、またしろ。来まーす。これは初回から怖いパターンかな。お、クロスセーブが出ました。キック、チェリーだ。カット。オッケー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 、ありがとうございます。あ、ショー、そう、まあ、基本はもうこれですからね。ほっ、あここは食らっちゃうもんだとして、動いてないか。一旦終わって復活もあるからな。227枚、いやー伸びない。これは熱いでしょ。北斗、残回転。よし。おお、ヘブン来た。だから天国中の中継ですね。よしよしよし。ちょっとスイカの可能性も残ったけど、よいしょ、53ゲーム。お、緑だ、いいですね。証拠継続に期待って言ってもな、終わるときは終わっちゃうからな。
緑だよ。やめて。おー、やっぱもう緑とか全然信用なんない。177枚。いやー本当に終わっちゃったな。まあこの辺りでもうやめちゃいますか。うん、いやこれやめよう。結局この台パパッと中継で当たってくれたんですけど、この300マッシュライダーもスイカ全然来なかったし、うん、まあそんなね、何にも分かんないけど、まあ悪かったんならやめで歩いていった方がいいのかなと思うんでやめちゃいます。3台目ですまあちょっとまだ回ってない台があるうちはサクサク移動作戦で行ってみようかなと思って。神々だ。久しぶりのスイカ。チリだ。お、この演出で。ジャグステージ行くのいい気がする。私もついていきます。なかなか見ないですねこれ。お、今のあたあたとで外れ目だからこれ当たってますよ、ね、さあじゃあおっし288ゲーム投資が36000になってます。貴様には地獄すら生ぬるい。7なのは仕方ない。緑、この緑は伸びてくれ。やっとれ。頼む。飛び立ち。お、いけそう。いやーそうだな、早かったもんな。レークレーク、ナビナス、よし、キップレ以上でしょ、OK、いいよいいよ、よし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 、あー外れた、ほえ、下手くそ、なんか今日下手ですよね、ずっと下手。天国抜けてから躊躇引いたり。おっ、とりあえず勝ち確ですね。集団釣り扱い、これ流しちゃうと変わることあるのかな。ないか。単発回避したんででしょう。
2戦目よし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 、よし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 、今のは完全に出てくるの遅かった。出会いが危険、強い。厳しいか。どう？大丈夫、パンチだよ、パンチだよ。継続率いいほど避けるよ。うわ、食らう。雲か。動いてない。パンチだったからまだ復活の可能性もあるけど、一応5652枚です。せーの、ダメか。お前が思っているほど北斗神拳は無敵ではない。一応真のボイスかな。北斗残骸拳、まあ、通常以下です。おお、七つの傷の男が現れたようです。おお、重ねるな。17だから51と68、あ、違うか、17だから、15だから53と68か。お、天国以上。あ、これは演出になるのかな。あ、ステージチェンジなのか。まあ、一応天国以上。よし、よしよしよし。強い指ポケ外れ、指ポケ外れ。ここも。おお、来ました。どっちだろうな。まあ、ちょっとどっちかわかんないですけど、多分中段チェリーですね。OK。打されるかな？されました。184ゲーム、持ちメダルです。強いですよね。
誰だ。おお、千秋だ。熱い。これはちょっと取りましょう。勝負だね。はい、さすがにこれは OK、 やっと取りましたね。ここどうだ。いない。誰もいない。そう、まあでもまあ可能性はある。書き換えっていう手もあるよ。避ける。お、釣り角か。ストックだけ。まあ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 。1戦目で負けない、いいな。パンチ避けれる。よし、いいですね。喋ってくれてる、喋ってくれてる。79% 以上ですよね。お、ユリアへのやつ一番いいんで。おし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 。当たらないか。チャンスだな。お、5戦目で、これマミヤかな。これは継続ですね。パンチ。大丈夫なはず。オッケー。どうだ。そろそろ怖いっすよね。お、チェリー頼む。うわー、さあ何来る。ついに豪商派。一応 79% 以上あるから避ける可能性、避けないけど復活とかもあるし。まだあるあるある。動いてない。終わるか。6749枚。
応 79% 以上は確定してます。終わったか、会いたかった。ああ、ねえ、ジャギにも勝ってストックも取ったけど、なんかそう、まだまだ遠いですね。まあ今日サクサク移動する作戦だから、もう1台ぐらい移動するか。はい、4台目です。いや、この企画で4台打つ人いるんですかね。いや、まあでもちょっとしっかりちょっと設定を狙っていきたいっていうのがもう私のスタイルなんで、すいません。いや、なかなかプラス3000枚難しいな、本当に。いや、本当にさっきの台もね、プラスまでは持っていけて、あと自分と終始プラスまでもあとちょっとぐらいまでは巻き返せてたんですよね。で、通常時戻って天国もずっと続いて、ただもう仕留められなくて落ちちゃったっていう感じです。なんと5枚目です。プラス3000枚どころかマイナス3000枚いくわこれ。お、え、ボブでかいボボ、転しない。まあでも天国だ。もしくは当たってるかなんですけど、まあ、スイカだーって引いちゃったから天国の方かな、さすがに。うわ、スイカ3つ。これ天国残ってたら当たりますよね。一応今日スイカ、お、商談立ってるか。ああ、立ってますね。いやー、長かった。指ポキ指ポキ、ふやぶり。ケンシロウが北斗神拳の神、大変だった。いやー、長かった、165ゲーム打ち始めで943ゲーム足りました。貴様には地獄すら生ぬるい。天国での強水化総投資がですね増えちゃいまして44,000円。これが伸びてくれるんなら文句ない。白よし、ぞ。パンチあるよ、あるよ、避けろ。うわー、向こう食らっちゃうと怖い。パンチだよ、パンチだよ。よし、あぶねー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 。怖い。よし、よし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 、頑張ってるよ。
食らっちゃうか、食らっちゃう、怖いな。力はそろっておー、取った今のはちょっとびっくりする。よいしょ、あれ時じゃない、時じゃないってことは大丈夫でしょう。大丈夫ですね。あ、曲が変わりました。本当にプラス3000枚めちゃくちゃ遠いけど、ありがとうございます。ここが限界なのかな。あるよ、チェリーあるよ、中段チェリーなら復活。うわ、ここまでか。6705枚。おお、復活。マジか。お、夏も大だ。よし、これもまだ陸でしょう。もう新って書いてる。お勝て、さすがに 10% でも何回か引いてたら当たるでしょ。えいいいじゃんね、たまには勝ってくれても。変われ変われ、変わらない。めっちゃ強い、頑張ってる、継続。おーし、曲変わった。どこまで続く。よし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 、強いケンちゃん。ピエロに変わりました。強い。
対は出せって言ってきてる。なんか嫌な空間、超ひとしては出てる。よしパンチ、雲動いててくれ頼む。動いてないか。よし取った。めっちゃ頑張ってる。怖いよね。動いてない。いやー、ここまでかな。1392枚、終わった。おいおい、置いてかないでくれよ。めちゃくちゃ頑張れたのに最後、もうほんと宿命バトルが勝てなかった。いやー、まあ、最後ちょっと、まあ、天国とかもね確認して終わりたいと思います。よし、まあ、ちょいちょい引っ張られましたけど、まあ、最後ね、いいチャンスがあったんですけど行かせずというところで今日の実戦は終了したいと思います。はい、実戦終了しました。お疲れ様でした。北斗ね、4台打ちまして、結果の方が投資が2024枚、だから行ってます。回収が1263枚でマイナス761枚ということで、リベンジ失敗と。いやーねー、最後で、いやー最後本当に頑張ったんですよ。12連ずっと自力継続で、継続率良かったんですけど、まあ、宿命バトルに1回も勝てないっていうところで、あー最後の最後にもらったチャンス生かせなかったんで、まあ、あとはね投資がかなりいっちゃったっていうのもあると思いますけど、まあなかなか目標設定も高かったかなと思ってます。ただまああのお店の状況としてね、金トロフィー出たっていうのが、まあ、2台は確認できてるんで、まあ、そこにまず座るのが、まあ、第一の目標だったのかなと思います。まあ、ちょっと打った4台全部子役も悪かったし、まあ、いいところなかったんで、まあ、今日はちょっと設定にも恵まれなかったかなっていうところで、まあね、次回以降あればそういうところもしっかりフォローできたらいいなと思います。いやー、いつか本当リベンジ成功したいんですよ。もうちょっと簡単にしようかな。まあでも、リベンジいつかしますんで、もうぜひぜひ皆様応援してくださいということで、今回の実践はこれで終了となります。また次回の収録もお楽しみに。バイバーイ。